はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日はウニのトマトクリームソースを作ります。それでは材料紹介です。リングイーネ、パスタータディポモドーロ、白ワイン、アンチョビ、ケッパー、ウニの塩、一味唐辛子、レモン、生クリームです。はい、それでは今日はウニのトマトクリームソースを作っていくんですけど、そもそもトマトクリームソースってまあどっちか2種類方向性があって、トマトを主張させたトマトクリームなのか、それからクリームを主張させたトマトクリームなのかって2種類あるんですけど、今日はクリームの方を主張したウニのトマトクリームソースを作っていきます。で、基本的なこの材料なんですけど、ウニってこう普通に買おうとしたらめちゃくちゃ高いじゃないですか。もうスーパーで買っても1つ3000円とかするものなので、なかなかこう買えないですよね。だからこのある食材を使ってやると、まあ、ウニ風味になるっていうパスタなんですけど、そこにプラスで今日は新しい調味料があります。で、これはウニの魚醤なんですけど、まあ、ウニの皮脂用ですね。ウニのこのエキスが入ったこの新しい調味料を入れて、ウニのトマトクリームソースを作っていきます。でもこれがない場合は、まあ、そのままこのアンチョビとケッパーと白ワインで大丈夫です。はい、それではソースを作っていきます。今日はソースのこの作るポイントなんですけど、トマトを入れていくんですけど、このソースに合うトマトっていうのが、まあ、フレッシュトマトだったりとか、まあ、ホールトマトだったりカットトマトだったりとか、まだ味のついてないトマトを入れるっていうのがポイントなんですよね。で、結構この味のベース的にアンチョビとケッパーの塩味がかなり加わってくるんで、濃いパスタになってしまうので、ここでトマトソースとか味のついたものを加えるとどうしてもしょっぱいパスタになってしまうので、ちょっとフレッシュ感というか水っぽいトマトを加えるのがポイントです。なので今日はフレッシュトマトではなくて、このパスタータディポモドーロってイタリア語でパスタータディポモドーロって言うんですけど、ホールのトマトをそのままムーランっていう機械にかけて回したものですね。まあ、トマトを荒ごしにしたものですね。それをイタリア語でパスタータディポモドーロって言います。パスタータって通したって意味なんですね。通したポモドーロ。パスタータディポモドーロを入れていきます。では、ソースを作っていきます。今日はソースの一番最初の部分が本当にウニ風味というか風味にするのに大事な作業なので、ここは頑張ってやる必要がありますね。で、最初にオリーブオイルを入れて、で、今日も魚介なのでロレンツの3番を使ってやっていきます。で、最初にこのオイルの中にケッパーとアンチョビを入れます。で、この状態で弱火から火をつけて、アンチョビとケッパーの香りをしっかり出していきます。で、火をつけていきます。ここで火を加えていくと、アンチョビってどんどんこの溶けていくので、溶かしていくっていうのと、あと火が加わっていくとケッパーって膨らんでくるので、膨らんできたら香りが出てる証拠なんですよ。そこで次の材料を入れるっていうやり方ですね。で、今日大事なのがこのケッパーとアンチョビと、あと白ワインが入るっていうのが、このウニ風味のパスタになるベースなので、そこはしっかりやってあげます。で、弱火でしっかりと炒めます。これ、この油の中で実はもうしっかりとこのアンチョビとケッパーの香りを出してあげます。で、かなり香りが立ってきたので、ここでない場合は入れなくていいんですけど、ここで皮脂用ウニの魚醤が入ります。ここでウニの香りもしっかり入れてあげます。ここで白ワインが少量入ります。このウニのベースの中にパスタータディポモドーロが入ります。で、パスタ
パスタータディポモドーロがない場合はフレッシュトマトでやってみてください。でこれこのベースをしっかりトマトの中になじませます。はい、ここでしっかりもトマトの中にウニのエキスがしっかりと入ったので、ここで生クリームでつなぎます。で生クリーム系のパスタをやるときのポイントなんですけど、この生クリームを入れたら煮込まないことですね。これで煮込んでしまうとソース生クリームが分離してしまって、気持ち悪いパスタになってしまうので、これ生クリーム入れたらもう本当にちょっと温めたらもう火を切ってあげるっていうのが美味しいクリームソースの作り方です。でこの状態でソースが出来上がったのでパスタを入れていきます。で今日使うパスタなんですけど、濃厚で奥行きのあるパスタなので、リングイーネの幅広のしっかりしたタイプで茹でていきます。でこの乾麺のリングイーネの場合、リングイーネなんですけど、こう普通の乾麺のスパゲッティとか使うよりもそんなアルデンテとか意識しなくていいんですよね。どっちかというとアルデンテというよりはもちもちした食感が特徴になってくるので、ちょっと忘れちゃったとかボイルオーバーになっても、許されるのがこのリングイーネのいいところですね。でここで濃厚なソースが完成してるんですけど、最後に軽やかさを出したいのでウニととても相性のいいレモンの皮を最後に吸って、あとはアクセントにジントラーの一味、甘い香りをちょっと入れて味を締めていきます。でジントラの一味なんですけど、甘い香りがするって言ったんですけど、甘い香りってなんかパプリカみたいなそういう香りがするんですよね。でパプリカも結構ウニと合わせるとすごい相性がいいものなので、この一味を入れました。はい、それではそろそろ麺を合わせていくんですけど、クリームベースのこの生クリームってもうさっきみたいに詰めてなくてもちょっと重たい印象になっちゃうんですね、こう置いてるだけで。ここでクリームを足すんではなくて、そういう場合は軽くこの茹で汁を足してください。茹で汁でつないで、でこの軽さを出してこの状態ですね。これぐらいの状態でパスタを合わせると、パスタにソース吸わせた時にちょうどいい濃度になるので、でこれぐらいちょっと気持ちしゃばめぐらいで揚げてあげるのがポイントです。これで麺が湯がったので合わせていきます。でクリームベースやる場合はそんな火もボコボコやらないで、本当に温めてあげるぐらいの感じにすると最高のトロトロのクリームパスタができます。はい、それではいい感じに絡まったので盛り付け入ってきます。はい、いただきます。この照りですよこのパスタはリングイーネですね。リングイーネが本当によく合います。であとウニのこうすごいウニの風味もしてるんですけど、やっぱこう生クリーム、クリームソースって本当に火を加えないことがポイントで、火を加えないことによってこう仕上がりに照りがあるんですよね。だからスル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 入るようなクリームパスタですね。本当に美味しいです。であとは今日はパ
パスタでポモドーロでやったんですけど、本当にあの味のついてないあのプレーンのトマトでやるのがポイントで、それであのプレーンのものでやることによってこうソースがしっかりとあの塩味のあるものなので、ここであのバランスが取れるんですよね。それであの最後にレモンの皮とか、まあ、イタリアンパセリをちょっとちょい足し入れたんですけど、それが入ってくることによって本当にバランスが取れてるので、最後まで美味しいって言って食べられるクリームパスタですね。はい、このウニ魚醤なんですけど、あの福井県の小浜市っていうところで作られてるウニの調味料ですね、まあ、ウニ魚醤ですね。でこれなんですけど、まあ、ウニが入ってるんですけど、それ以外にもいろんなあの調味料が入ってるので、まあ、おすすめな調理法としてこうウニのあのペペロンチーノだったりとか、まあ、火を入れるまあ調理法っていうのが僕のこのおすすめの作り方ですね。はい、ごちそうさまです。このウニのトマトクリームなんですけど、本当にあのしっかりあのウニの風味がしてあのびっくりするようなパスタになってるので、よかったら試してみてください。はい、いつもコメントありがとうございます、コメントいただけて本当に嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。